はい、竹岡です。まあ、京都大学はね、河川部役に関してはね、まあ、そこまで世間が言ってるほど難しいと僕思ったこと一回もないんだけど、ただね、配点が大きいんだよね。各50で1問あたり17分です。あ、17点ぐらいじゃない。だからね、とにかくね、言葉を選んで漏れなく書くってことね。で、日本語ももちろん十分に考えた上で自然な日本語にする。別に訳じゃなくて正しい訳をするってことね。で、まあ、それが普段の訓練だろうね。だから時には人に見てもらってもいいかもしれないね。まあ、とりあえずね、雑な答えを書く子はね、もうすぐ点なくなると思うよ。例えば比較級の前のイーブンだとかサムの訳とかね、そういったものも丁寧に書いかなあかんよ。まあ、それが東大、まあ、京大の問題かな。まあ、時間はね、結構あるわけよ。多分いろんな大学でも一番長い時間だと思うんだよね。1問あたり40分ぐらいあるじゃない。だってね、順天堂なんて長文が4題と自由作文200文字で80分しかないからね。1問あたり長文15分だよ。比べたら40分長くない？つまりそういうことはどこかというと、それは通りはね、英文が難しいというよりも、きちっとした訳を作成するのに時間をかけてくれっていうことの教団の願いと僕は思うんだよね。まあ、そういうことです。で、まあ、英作文はね、もう毎年のように日本語自体は難しいから、それを自分の知ってる表現に、ね、持ってきたらいいんだ。例えば今年だったら何だったかな、「情けは人のためならず」っていうのを、例えば簡単に言って、「あなたが誰かに親切にすればいつかいいことがあなたに起きますよ」ぐらい十分だろ。あるいは人間が損得勘定で動くっていうのもね、それかって損得っていう抽象名詞なんか使わないで、単にあなたが何かが得られるかどうかによって助けるか助けないかを決めるとかね、そういうふうに書けば簡単だよね。まあ、とりあえず内容を考えて自分の書ける範囲で書き切ること、これが一番のポイントだな。まあ、自由作文についてはね、まあ、何が出るか分かんないよね、毎年のことながら。まあ、だから普段から考える。例えば、大学のキャンパスは都会の方がいいか田舎がいいのか、あるいはエレベーターとエスカレーターはどっちがいいのかなっていうようなことを、まあ、何でもいいから自分の中で考えて、それをメモしてみることね。そういうふうな思考の、訓練をしておくのが何よりも重要かと思います。まあ、だから京大もっぺん言うのも、時間的には結構余裕があるからね、落ち着いて考えたらいいと思いますよ。はい、では頑張ってください。